はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。さあ今日はですね、マルチの配置に関する動画になっております。皆様回廊型ってご存知ですかね。まあもう皆様ほとんどの人知っていると思います。こんな風に壁の区切りが少なくて施設を並べております。こうすることによってユニットを流して、でそして真ん中にあるタウンホールやダークエリクサータンク、とかいったね、なんか重要な施設を守るために、こういったね配置流行っておりました。中央にユニットが入らないことによって、相手に星1で終わらせるみたいな、そういった配置になっております。そうですね、クラン戦とかでも以前は流行っていたんですが、タウンホール10以上とかでは、ただですね、もう攻略法がもうほとんど確立されてしまいましたので、まあクラン戦ではあまり見なくなったかなといった印象ですね。そしてマルチでは結構中央の資源守れたりするので、まだまだ見る配置でございます。なのでユニットが流れないように、今回ですね自分マルチで、回廊型探してですね攻めてみました。こんな風にしっかりと壁の中の施設をカットしないと、ユニット流れてしまいます。なのでクイヒーやボーラーなどを使って壁の中の施設2層目などをカットしていって、そしてバルキリーたちを流し込む。そうすることによって中央にしっかりとユニットをですね入れることができます。回廊型は失敗すると星1で終わってしまうような配置なんですけども、こんな風に攻略法ある程度知っていると、結構前回まで伸ばせたりすることができます。まあ、今回は本当たまたま星2付けでやったんですけども、たまたま前回を取ることができました。そしてマルチではやっぱり攻略法を知ってるよって人がほとんどっていうわけではないので、意外とですね中央に守りたい資源を置くことによって守れたりすることができます。そしてその回廊型なんですけれども、今ね適当に作ってみたんですが、自分前々から思ってたんですが、ちょっとトラップが無駄になりやすいかなと思っております。なんでかって言いますと、例えばですねこのバネトラップ、まあ、例えばジャイアントこのアーチャータワーから入れるとします。そうするとですね、まあ踏むっちゃ踏むと思うんですよ、このバネトラップとか。ただやっぱり角度によっては踏まないで素通りしてしまうっていうことありそうだなと思ったので、あんまりですね自分は回廊型っていうのをやったことがありません。なので自分はですねよくこんな風に区切られた配置愛用しております。ただですねこの配置やっぱりですねこのトロフィー隊ただいまチャンピオンリーグにいるんですけども、タウンホール側から攻められます。だいたい3時からこの3時から6時の方向にかけて、攻められます。そうするとですね、まあ、例えば5時方向ですね、この金さんとかエリポンのあたりから攻められて、ここにジャンプやクエイク落とされてしまって、一気にですねこんな風にダクエリとかクランの城壊されて資源をですね抜かれてしまうっていうこと結構あったんですよ。なので私ケイスケですね、ちょっとね考えてやってみました。はい、この配置を作ってみました。どうですかね皆さん、さっきと比べて何か違いに気づきましたか？実はですねこの配置さっきと同じじゃねえかよこのケイスケのクソ野郎って思うかもしれませんが、この配置区切られているように見えて、実はこのアーチャータワーを消すと、はい隙間があります。このアーチャータワーを消すと隙間があります。はい、このアーチャータワーも隙間があります。で工事中のインフェルノタワーを消すと隙間があります。はい、ペッカの像やアーチャータワー消していくと、はいこんな感じですね。実はこれ各区画が隙間でつながっている、あちょっと噛んだんですけど、各区画が隙間でつながっている、区切られているようで、実は回廊型です。この配置を使えば、例えばですね相手またですねこんな風に5時方向から攻めてきて、ここにジャンプを打ったとしても、ここに施設があることによって、ユニットが流れてってジャンプやクエイクに反応しないといった、狙いがあります。さらにですね偵察ビュー消すと、こんな風に隙間にですね、バネトラップ設置してあります。そうすることによってユニットが確実にですねバネトラップを踏むような、そういった配置を作ってみました。そうすることによって、うわー、タンホールとラクエリタンクが並んでるからジャンプを打てばがっぽりいけるでー、いけー俺のジャイアントたち、
キャンプでタンホールとタクエリタンクがっぽり行ったり。ちょっと待って、お前らどこへ行く。ジャンプに反応しろ、ブヒー。といった具合でいい感じにユニットを流してダークエリクサー守れるんじゃないかなと思ったので、今回はですねこの防衛テクニックやってみました。そうですね、タウンホールは別にいいとして、アチャクイを早くレベル40にしたいので、ダークエリを守るためにやってみました。この防衛テクニック、クラン対戦でたまにですねやってる人見かけますが、全部の区画をつなげて回廊型にするっていうのはまだやってる人見かけたことないので、ちょっとねやってみました。というわけで早速防衛リプの方見ていきましょう。レッツゴー。はい、まずはですねマルチでよく見かけるジャイアント、バネトラップでぶっ飛ばしたいなって思ってたんですが、まさかのゴビワイプ、この編成で1回目攻められました。しかもこれ見付けの戦術なんですが、ジャンプ持ってきてないんですね。結構必須級かなとは思うんですが、この方は持ってきておりませんでした。さあ、なので、クイックやジャンプないので、もうダクエリとかはもう余裕で守れちゃいますね。はい、見ててください。こっからですね隙間が空いていることによってユニットたちが分散されていきます。後続のネクロマンサーは、3時方向に、そしてペッカたちは6時方向に流れていきます。はい、バネトラップでウィザードがただいまですね宙を舞いました。さあ、そしてこっから2連巨爆でネクロをぶっ殺します。いいですね。やっぱりジャンプやクエイクがないとこんな風にですね左右に流れやすい配置になっております。でちなみに回廊型の配置、区切られていないので、第1層目とかに並んでいる資源施設などは簡単に取られてしまいますので、どうしても他の資源守りたいよっていう方は中央に寄せておいた方がいいかもしれません。はい、という感じで1回目の防衛はですね 49% の星1に抑えることができました。さあ、続いての方の編成はこちら、ゴワイプ。今回はですね2回連続でゴレビズペッカ系で攻められてしまいました。さあ、こんな風にクエイクで穴を開けられてしまいまして、もしですねアチャクイやウィズがタウンホールの区画に入ったら、アチャクイでダクエリタンクを狙われてしまうので大ピンチでございます。さあ、ここからペッカ投入していきましたね。さあ、今回もいい感じにユニットたちが分散していきます。これもしですね上の隙間とか、あと下のボムタワーとアーチャータワーのところしっかり区切られていたら、ペッカやアーチャータワー、クランの城や、ダクエリタンクの方に向かっていったと思いますが、はい、見ていてください。アーチャクイがここからタウンホールの区画に行くのではなくて、いい感じに上の対空砲の方に流れていきました。はい、こうすることによって、12歳のアチャクイ、12歳の女の子を、外に連れ出すことができました。さあ、そのおかげで、ダークエリクサー、タウンホール壊されたので、ちょっともらわれておりますが、こんな風に2415守ることができております。まあ、その代わりですね、ゴール襟がかなりえぐり取られております。まあ、しょうがないですね。本当にダークエリクサーですね守りたいので、こういった配置にしてみました。というわけで、2回目のリプレイは、星2の 56% に抑えることができました。そしたら続いてのリプレイ見ていきましょう。はい、次の人の編成がこちら、ゴビーバ。タウンホール7とか8の人のために、ジャイアントで攻められた防衛リップ乗せようかなと思ったんですが、このトロ隊で自分ぐらい、タウンホール10ぐらいになるとあんまりジャイアントで攻められるっていうことが少なくなってきます。はい、今回はですね相手6時方向クエイクで壁開け行いまして、この壁開けうまいですよね。もし6時の区画区切られてなければバルキリーたちが一直線にですねタウンホールやクランの城の区画入っていくんですが、ここで隙間があることによってバルキリーたちが飛んでいきます。さあ、数体のバルキリーやペッカ入っていきましたが、はい、こんな風にヒーローに引っ張られていきます。はい、もう大ちょっとピンチですね。それたバルキリーたちが中に戻ってきたんですが、こんな風にアチャクイに反応していきまして、はい、ダークエリクサータンクを無視していきまして、こんな風にですね守ることができました。で、今回ですね防衛援軍ラバハウンド入れたらいい感じですね、アチャクイが捕まっておりまして、こんな風に
圧着を足止めすることができております。まあ、こんな感じで、ダクエリを守ることができておりまして、今回は防衛できたんですよね。あの星0の 33% で、しっかりと防衛を行うことができました。最近思ったんですけど、あの達成項目ミッションだっけの難攻不落、防衛戦で勝利するっていう項目、あれ結構難しいなって思うんですよね。あの星0でマルチ抑えることができるってそうそうないかなと思っております。さあ最後のリプレイ見ていきます。やっとお待たせいたしました、みんな大好きジャイアント。このジャイアントに対してどんな風に防衛を行っていったのか見ていきましょう。さあこんな風にですね、クエイクで、壁開けを行われまして、からのゴレビズジャイアントボーラーで一気にですね、区画を削られていきます。で回廊陣ですね、やっぱり幅広く、さっきのリプレイとは違って、幅広めにサイドカットを行われますと、ユニットが中央に進軍しやすいです。さあ見ていてください、こっからババキンやボーラが中央のダクエリタンクに向かっていきます。ジャイアントはね、それていってバネトラップに引っかかるんですけども、全然飛んでませんね。さあこんな感じでね、ヒーローも処理されて、ダクエリタンクね、はい、むしり取られてしまいました。ただいま私ケイスケ、シルバーダートさんに侵されております。でやっぱり回廊陣、区切りがないので壁で足止めすることができません。なので火力の高いユニットがバンバン進軍していくんですよ。だから自分回廊陣そんなに好きじゃなくて今までやっておりませんでした。なので、こういった防衛テクニック、全部の区画をつなげるっていうよりかは1つ2つぐらいを、つなげていって、でジャンプに反応しないように工夫するとか、そういった防衛テクニックの方が有効かもしれません。というわけで、最後はですね、やっとジャイアントに攻められたら、結構資源を抜かれてしまったというリプになってしまいました。ですね、先ほども言ったように1つ2つぐらい区画つなげて、でそこにバネトラップを仕掛けておけば、しっかりとやっぱりユニットトラップに引っかかるかなとは思いますので、ぜひともちょっと試してみてはいかがでしょうか。そんな感じで今回は施設で隙間を隠して、区切っているように見せて実は区切ってなかったっていう防衛テクニックご紹介いたしました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。